ジョージ・スティーブン・モリソンはアメリカ合衆国の軍人、海軍少将。1964年8月のトンキン湾事件には同海域での部隊を指揮した。彼はマタドアーズのリードシンガー、ジム・モリソンの父親であった。モリソン大佐と息子のジム。自らが艦長を務めるボノムリシャール艦橋にて、1964年1月撮影、モリソンはジョージア州ロームで、ポール・レイモンド・モリソン及びキャロライン・モリソン夫妻の間に生まれる。彼はフロリダ州リーズバーグで成長した。1938年、海軍兵学校に入学、1941年に卒業し少尉として任官、ハワイに着任して、機雷敷設艦プルーイットに配属される。同年12月、日本海軍による真珠湾攻撃を目撃した。アリューシャン列島や中部太平洋で作戦に加わった。後、1943年にフロリダ州ペンサコーラで飛行訓練を受け、1944年の春に卒業した。モリソンは第二次世界大戦において、太平洋戦線で航空機の操縦任務に従事した。1945年には、ウェーク島や本州上空の戦闘飛行に参加している。戦後、ニューメキシコ州アルバカーキにおける秘密核兵器プログラムの責任者となった。朝鮮戦争中は、ソウルの統合作戦センターで勤務。この時の功績により、同成賞を受賞した。1963年、モリソンは、エセックス級航空母艦の10番艦ボノム・リシャール、艦長に着任する。1964年のトンキン湾事件時には、艦隊の指揮を行った。1967年に彼は、海軍少将に昇進し、1972年には、マリアナ諸島方面部隊の指揮官に任ぜられた。1975年のサイゴン陥落時には、ベトナム人の避難民救助に注力した。モリソンは、ボノム・リシャール退役式典で、基調演説を行った。ボノム・リシャールが退役した翌日である1971年7月3日、息子のジム・モリソンが、フランスのパリで死亡した。後に、ロックの殿堂に、ジムの遺品数点を寄贈した。その中には、学校の成績表やカブスカウトの制服などが含まれている。1975年に退役。モリソンは1942年にハワイでクララ・クラークに出会い、結婚した。長男ジェームズ・ダグラス・モリソンは1943年にフロリダ州メルボルンで生まれた。娘のアン・ロビンは1947年にニューメキシコ州アルバカーキで生まれ、もう一人の息子、アンドリュー・リー・モリソンは1948年にカリフォルニア州ロスアルトスで生まれた。彼の退役後、一家は、カリフォルニア州コロラド及びチュラビスタで生活した。クララ・クラーク・モリソンは長い闘病生活の後、2005年12月29日にコロラドで死去した。89歳であった。ジョージ・スティーブン・モリソンは2008年11月17日にコロラドで死去した。追悼式は11月24日にサンディエゴのフォート・ローズ・クランス国立墓地で行われた。彼の遺体は3年前に、妻の遺体が散骨されたのと同じ場所、ロモ岬沖に散骨された。ありがとうございます。